はい、どうもベイです。パサカやっていきたいと思います。はい、ほつさ、今出てるガチャは無課金美課金どうするべきなのか解説していきたいと思っております。ガチャの種類としましては、ホリバーヒゴ新登場優勝限定ガチャ、ホリバーヒゴ新登場ガチャ、トップ下ボランチ応援ガチャ、解放山高校パワーアップ記念ガチャ、こちらの4つと、なっております。で、自分のサブアカの方は、もうすでに、海王山高校のパワーアップ記念ガチャ、こちらは引かせていただきました。そして、まあ、実際、ね、有本、ゴーダは確保できますということになっております。あゆちゃんもね、できれば確保したいんですよね。まあ、このあたりは、まあね、選択チケットが6回目なんで、ちょっと遠いんですよ。まあ、ちょっと迷っております。っていうのと、皆さんがやっぱり気になるのは、肥後、堀場。まあ、この二人ではないでしょうか。まあ、サブアカなんで、無課金でやってますんで、こちらの優勝ガチャは引けません。でも、今回ね、最近こういうの流行りだよね。ピックアップ 10% SR、50% PSR、50% 引けつつ、選択チケット、手に入ります。まあ、これ、まあ、ね、未課金の方であれば、こういうの引いて、まあ20連で両方とも確保っていうのもできますんで、まあそれはありだと思います。まあ実際堀場くん強いからね、できれば高いレベルで持っておきたいっていうのはありますが、はい。まあこれはワンチャンありな選択肢ではないのかなと。未課金の方であればワンチャンありではないのかなと。まあ無課金は無理なんで、まあこちら引くべきです。で、まあ今回はね、バッチがあるんですよ。まあこの優勝限定ガチャもありだとは思ってはいるんですけど、バッチ。バッジ手に入れる50連だっけ ?40 連だっけ、50連か。50連までは必ず引く。全地の証、を引けるという方であれば、まあ、このガチャはありじゃないのかなと。で、50連目でバッジ。で、60連目で SR50%、PSR50%。まあ、このあたり結構熱い。で、堀場くんね、サブアカでもね、SR あったはず、多少あったはずだから、できれば、PSR の堀場取りたいんですよ。まあ、ゴーダくんはたまたまのたまたまでうまいこと取れたんで、まあ、あれは神引きだったっていうのはあるんですけど、堀場くんちょっと確保したいんですよね。まあ、ゴーダくんほど強いかと言われると微妙です。ゴーダくんはトップ下、ボランチ、そしてセンターバック、ゴールキーパー。まあ、このあたりのポジション全部で使えるんで、まあ、それほど強いかと言われると微妙かもしれませんが、堀場もボランチ、そしてセンターバック、サイドバックぐらいでは使えると思ってます。なので、まあ、ゲットしたいのはしたいんすよね。普通に強いからね。まあ、このあたり、ちょっとゲットできればなと、考えております。はい。まあ、どこまで引くかはちょっと迷ってますが、引こうとは思ってます。このガチャね。まあ、実際パワーサー770個プラス、後で、プレゼントボックスから回収しますが、まあ、結構ある状態です。今、自分と同じように引いてる方であれば結構溜まってると思いますので、これは引いてもいいのかなと思ったりもしております。まあ、実際、ね、堀場くん、まあ、そういう状態。で、肥後もね、悪くはないんですよ。やっぱり、迎撃高校やるならば、肥後も普通に強い。てか、肥後欲しいよね、迎撃高校では。まあ、オフェンスキャラクターがね、強い。まあ、こいつを入れることによってゴーダが抜けるっていう可能性もあるんですけど、まあ、高校キャラクターがやっぱこの高校強いんで、まあ、実際、手に入れたいよねという感じのキャラクター。まあ、金徳確定っていうのもでかいです。はい。金徳3つ確定もでかいんで、まあ、これもできればゲットしておきましょう。はい。堀場と、肥後ね。まあ、バッチも普通に強いです。まあ、センターバックとかでは使えないけどね。かなりバッチ伸びてきましたね。ランクアップ筋力プラスオフェンスプラ7パワープラ7テクニックプラ7か。あ、テクニックパワープラ6だっけ、プラ7か。まあそんな感じでございますので、皆さんもぜひゲットしてやってみてくださいよという感じでございます。まあ前提条件としまして、このトップ下ボランチはスルーさせていただいて、海王山高校のキャラクター持ってないとやっぱ堀場は効果ないです。で、どっちがいいかと言われますと、ゴーダなんですよ。まあ、実際自分はゴーダ引いてるからこういう形の解説になっておりますが、堀場とゴーダどっちを手に入れますかという方はゴーダです。当分ゴーダは生き残ります。まあバッチあるからこっちいいよねと思うかもしれませんが、ゴーダは本当に稀に見るね、強さを発揮するキャラクターだと思ってますんで、まあ、人権キャラクターなんだろうね。こういう言い方をしちゃダメだけど、まあ、このキャラクターはめちゃくちゃ強いと思ってますので、どちらかといえば、海王山高校のパワーアップ記念ガチャを優先して、ゴーダを手に入れてから、
掘り場を引いた方がいいと思っております。まあサクチャレやることになるのであれば、まあ、両方ゲットしたいなというところもありますが、ワンチャンゴーダくんゲットしてトップ下でサクチャレ挑むのもありだと思ってます。ボランチならば掘り場空いた方が査定値的にも高くなるんですけども、まあサクチャレはやっぱりテントってなんぼっていう試合もありますし、経験点だけであればね、まだちょっと開幕してないんで、どうか分かりませんが、まあ、ワンチャン桜庭とかカルロスとか、まあ、その辺りの高校キャラクターを盛りだくさんに入れてタッグをいっぱい呼ぶっていうのもありだと思ってますんで、まあ、その辺で稼いでもいいかもしれない。まあ、ワンチャンファンタグラジスタファンタジスタで 連続で、潰し合って翼を入れるっていうのもありかもしれない。まあ、実際ね、オフェンスに集まってくれれば一番でかいんで、堀場はね、オフェンスキャラクターではない。テクニック、ディフェンスという風になるんで、サクチャレ狙うならゴーダですね。まあとりあえず。で、サクチャレ狙わなくてもとりあえずゴーダでね。堀場持ってない方はトップ下で挑むという感じの方がいいかな。はい。という感じとなります。はい、では、ちょっとパワースター回収しましょうか。どれぐらいあるんだろう。今、どれぐらい今、サクチャレ前で、パワースターが、あ、でも結構溜まってるね。ちゃんと引き取ってないから、結構溜まっております。ということで、本日はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。つべたー。